阪アニカレアニャニョース。ハラハラドキドキの校内オーディションが行われました。校内オーディションは東京や大阪から私たちのためにたくさんのプロダクションや養成所の方々が来てくださいます。たまらなくちゃ。でも正直緊張はマックス。緊張してます。自己 PR が飛びそうで怖いです。めっちゃ緊張してるんですよ。これでも緊張なんかあんましてないですけど頑張ります。さあいよいよオーディションの始まりです。もうステージに出ていくだけで足はガクガク、喉はカラカラ。で、最初はなんと言っても自己 PR。 ここで個性をプッシュしないといけないので、みんな一生懸命自分をアピールしていきます。嬉しかったことが、昨年先輩方の卒業制作であるドラマの主題歌を歌わせていただくことができました。誰かを笑顔にさせる、誰かの笑顔を取り戻させてあげられるような声優になりたいです。 iPhone3。 私の夢は多くの人を笑顔にできる声優になることです。よろしくお願いします。私の番です。私は演技と朗読で気をつけていることが一つあります。この時は自分が何を言ってるのかもわからないほど緊張していました。例えば演技の場合、演技する役の気持ちが時々知ること、感じることができなくなる時があります。兵隊の形をして、続いて朗読や演技でアクティングスキルを見てもらいました。夏の恋の思い出、そんな思いにふと気づけば音楽が寄り添っていたことはありませんか。見てくれ、世界中の偽札だぞ。ごめんなさい。中には審査員の方々から質問が出ることもあります。初対面の人とはうまく話せないんですけれども、仲良くなるとうるさいぐらいにもなんか親しみを持ってしまうという、そういう性格だと自分は思っています。ダンスとか歌とかできます。隣同士あなたと私さくらんぼ。もういきなりダンス踊ってくださいと言ってちょっとフラッとしちゃったけど、まあ頑張れたと思います。そんなことも分かってね。最後のグループです。君の将来語ってんじゃねえよ。これで長かったオーディションの一日も終わりです。もう立った瞬間がめちゃくちゃ緊張しました。やろうとしてたことはやれたんで、とりあえずあとは結果を待つだけです。これから卒業まで私たちは悩みながらも進路を決めていきます。そして学内では1年生の模擬オーディションも控えています。緊張するオーディションですが、業界に向かって一歩ずつ進んでいく感じはとても心地いいものです。さあ、自分らしさを大切に、夢を目指して一緒に大阪アニカレしていきましょう。